こんにちは。ええ、これから事務所で打ち合わせがあるの。そう、あなたは今日はお休みなのね。そういえば、卒業式に飾られていたメッセージボードにあなたの言葉も見つけたわ。ありがとう。卒業式はどうだったかって？そうね、リサはたくさん泣いていたわ。持っていたティッシュを使い切っていたから私のをあげたの。ええ、私はリサほど感傷に浸ることはなかったわ。けれど式が終わって校門を出た瞬間、いろんなことを思い出したわ。高校生活で起こった日々の一つ一つを思えば、とても濃密だった。音楽以外のことは全て無駄と切り捨て、たった一人で父の無念を晴らそうとあがいた日々。ロゼリアという居場所を得て、私たちだけの音を鳴らそうと決めた日。歌が好きと言えるようになった日。メジャーの世界という新たな道を歩み始めた日。いつの日もずっと音楽が鳴り続けていた。そしてそれはきっとこれからも変わらない。ただひたすらに私の中と私の周りに流れる音とともに前へ進んでいくだけ。もちろん音楽だけじゃない。羽岡で経験した多くの思い出も。羽岡を卒業した今、もうあの学校へ通えないと思うと、全く寂しさを感じないといえば嘘になる。教室から見える校庭の桜や、夏の図書室のひんやりとした静けさ、夕暮れの帰り道でふと香った金木犀、そういうものにそれなりに愛着を持っていたから、この胸を満たす温かくて柔らかな寂しさはきっととてもかけがえのないものだから、ずっと忘れずにいようと思う。きっとこの気持ちは私の高校生活が満たされていたことの証明なのでしょうね。羽岡で3年間を過ごせてよかった。今はそう素直に思えるわ。これからロゼリアは進化していく。卒業という節目を経て、また一つ私の歌で表現できる豊かさが広がった気がする。これからのロゼリアにも期待しててちょうだい。それとあなたには高校生活において悩みを聞いてもらったり、たくさんのサポートをしてもらったわ。改めてありがとう。そしてこれからもよろしく。それじゃあそろそろ行くわ。またサークルで会いましょう。